堀。堀は、敵や動物の侵入を防ぐため、古代から近世にわたって、城、寺、豪族の住居、集落、古墳などの周囲に掘られた水をのことである。容易に越えることができない幅と深さを持っている。水が張られている堀を水堀と言い、水の張られていない堀のことを空堀という。お堀とも言う。水堀に、剛、空堀に、剛、堀。 ふぶに、こうという字を用いることもある。堀は、国外や都に巡らせた堀ともされる。空堀とも水堀とも見分けのつかない堀のことを、泥た堀、土板タ堀といい沼などを利用して、敵を欺くために使用された。堀は、人工的に作られたものであるが、もともと流れていた河川などの地形を利用した場合、天然の堀と呼ぶことがある。掘った結果生じる土は、多くの場合、 堀の脇に積み上げて土塁としている。弥生時代の看護集落では堀の外側に土塁を築き、古代の水木、中世、近世では堀の内側に土塁を築いている。近世の平地の城には水堀があるが中世の城の堀はほとんどが空堀である。近世であっても山城の堀は空堀であることが多い。堀の幅は 中世には甲冑を着た敵兵に対する弓矢の有効射程を考慮して15件、約27メートル程度とされてきた、守備側の弓矢を有効にさせたい場合は15件より狭くするが、より射程の長い鉄砲が普及すると15件よりも広い堀が必要となった。尾根を仕切るように作られた堀を、堀切り、各、兵坦部の州に沿って作られた堀を、 横掘り、斜面に縦に作られた掘りを縦掘りと呼ぶ。複数の縦掘りが横に連接している場合、連続縦掘りと呼ぶ。三条以上の連続縦掘りを、畝状縦掘りと呼ぶこともある。車を異常する横掘り、あるいは、腰車から間隔をあけて放射状に配置した、多数の縦掘りを放射状縦掘りと呼ぶ。掘り底には、落とし穴や、 彫り底を仕切るような土塁状の障害物を設けることもあって、それらを障子、彫り障子と言い,い、障子のある彫りを障子彫りと呼ぶ、城が明り障子の山に似ているからというのは誤った俗説。土塁状の障子は、彫りを掘った時の彫り残しであり、造成時の手間が少ない。ほぼ一定の間隔に連続した、土塁状の障子がある彫りをうね彫りということもある。山中城。 静岡県三島市のものは後北条市の障子彫りとして知られるが、この城や後北条市に限らず、日本各地に見られる。水彫りは、水面を一続きとせず土井、石で区切り、水位に高低差をつけることもあった。これを、水戸違いと呼ぶ。土井は通行するための土橋の役割を兼ねさせることもあった。傾斜地に水彫りを築く場合は、水が流れ落ちないように、 水と違いを設けて水を蓄えた。通常、堀は幾重にも掘られており、平地の城における外側の堀を外堀、内側の堀を内堀、その中間の堀は中堀と呼ぶ。城下町を防護する総構えの堀を総堀、総堀と呼ぶ。放射状縦堀は、東国では戦国大名武田氏が両国の仮をはじめ、進出したの上の するが、ミノなどの山城に放射状縦堀を構築している。水堀、空堀の中ほどや水際には、坂もぎやラングイと呼ばれる、杭イ打ち横木を渡した障害物を作り、寄せ手の兵馬の通行を妨げた。河川より水を引き入れている場合、船を利用することも多く、船を上類につなぐ場合は、久保形に堀を屈入させ船が目とし、これを水より、 水ひねりといった。横堀は、その断面によって、以下のように分類される。白攻めにおいては、多くの兵士を城内に突入させるため、外堀の攻略が重要な意味を持っていた。例えば、慶長19年、1614年からの、大阪冬の陣では、外堀の埋め立て、白割川僕の重要な条件の一つとなった。これらのことから転じて、 本来の目的を達成するために周囲に根回しをするなどの準備をすることを外堀を埋めるという。徳川幕府は全国を統治する過程で、慶長20年、1615年に一国一条例を出して多くの城を廃城させたが、官営14年、1637年の島原の乱後に堀の埋め戻しなどをさらに強している。 堀を埋めるために用いる草束を埋め草と呼ぶ。城郭の周りに巡らされた堀では、しばしば縄文の前に、跳ね橋が渡された。この跳ね橋を鎖などで跳ね上げて城を外部から隔絶された島とすることで、敵の襲撃を困難にした。中国の城では、空堀も水堀も使用された。空堀の場合は、敵が空堀を歩いて攻め入ってきたこともあった。しかし、 防御手段もあり、城壁をよじ登る兵には、煮え湯と油を浴びせたり、空堀を渡ろうとする兵をやと落石でいたりもした。なお、空堀の利点として、堀に侵入した敵には身を隠す場所がない、守備側の攻撃効果が高まることが挙げられる。近代要塞のオランダ式の築城でも水堀が用いられたが、陶器においては凍結のため工場を容易にしてしまうため、水を抜いて、 空彫りとした。これは、オランダの優れた、推理技術があってのものであった。狼などの野生動物の侵入を防ぐため、周囲を堀りで囲まれた集落を、観光集落という。内側の集落を堀りの内と呼び、現在でも、全国各地にこの地名が残っている。室町時代に構成された、寺内町でも、構成員の自衛のために堀りを巡らせることが、行われた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。